はい、じゃあ最短で習得する Python パッケージ開発入門という話で、Python パッケージの話をしようかなと思います。まあ、ちょっとこのコミュニティでは何回か、誰かが話してるんですけど、ツリーフィットでシング製のデータ解析のパッケージで、R 版と Python 版を作ったっていう人が、この須藤浩平さんだったんですけど、あと、東工大の小杉さんにも一回、投資で PyPI に登録するまでの過程を紹介してもらったことがありますし、まあ、もっと昔で言うと、まあ、ちょっと今日のゲストスピーカーの宮本さんも2016年に、まあ、ちょっと和光で和光堂っていう勉強会があったんですけど、まあ、そこで Python パッケージの作り方を話してもらったことがありますし、まあ、ググれば結構そういう情報はどこでもあるんですけど、まあ、こういうのは、セットアップツールズっていう、ツールをベースにパッケージを作る話なんですけど、まあ、なんか最近だと、まあ、今時のツールみたいなのを使って、まあ、ちょっと面倒くさいところをこう、隠して、なんかコマンド一発でやるみたいなのが結構流行ってるっぽいので、で、今日はそういうのをやってくれる、まあ、ポエットリーっていうツールをベースとした Python パッケージ開発を紹介したいと思います。で、まあ、古いやり方と新しいやり方をこう両方やって、どこがどう便利になったのかっていうのをちょっと議論していこうかなと思うんですけど、ちょっとあまりにも古すぎると、Python のすごい古いバージョンをインストールしないといけなかったりして、あまり、これからやろうとする人にとって役に立たない情報になるので、それは、紹介を省いてます。あと、ポエットリーと類似したツールで、フリットとか、デフェルみたいなツールがあるんですけど、まあ、そういうのはちょっと省略します。あと、コンダパッケージっていうのがあって、まあ、Python は主に PyPI っていうリポジトリにパッケージを登録するんですけど、まあ、コンダの、アナコンダの、レポジトリっていうのもあって、そこにいきなり登録するっていう人もいるんですけど、これは Python に限らず、まあ、いろんな形式のツールをそこに登録できるので、まあ、ちょっと Python パッケージっていう感じでもないので、ちょっとそれはちょっと対象外としました。ちょっとスライドを作るのが大変だったので、1個は GitHub 上で説明しますが、まあ、バイブワッカソンの、この GitHub のレポジトリの Python パッケージングエクササイズっていうところが、今回の資料なので、もしパッケージ作りたいって人いたら、ここら辺見てください。で、まあ、練習として、0、1、2っていう、3つの項目作ってまして、まあ、最初に、init ってファイルが結構大事っていう話をして、次に、setup tools と、twine って呼ぶんですかね。ちょっとわかんないですけど。これが、旧式のやり方。で、poetry っていうのが、まあ、新しいやり方っていうので、順番に説明していこうかなと思います。まあ、最初、一番簡単なやり方としては、まあ、Python 言語においてパッケージっていうのはそもそもディレクトリのことで、モジュールっていうのは、Python のスクリプトファイルのことなんですね。これがすごい僕は知らなかった、初めて知った時結構衝撃的だったんですけど、なので、まあ、極端な話ですけど、Python スクリプトファイルがどっかディレクトに格納されていれば、まあ、それはパッケージなんですね。これ結構すごいですよね。R とか Julia とかだと、きちんと、なんか R ディレクトリの中に、なんとか .R っていうスクリプトがあって、ディスクリプションファイルがあって、ネームスペースファイルがあってとか、なんかすごい、そういう、パッケージ構造を持ったファイル集合のことを、パッケージって呼んでるんですけど、Python はもうディレクトリとスクリプトファイルがあればパッケージなんですね。はい。で、
実際に本格的に Python パッケージを開発すると、まあ、それ以外に設定ファイルをいろいろ作成することにはなるんですけど、まあ、それはあくまでまあ体裁を整えるためのものであって、パッケージの実態はまあディレクトディリートスクリプトファイルっていうだけです。だから例えばパッケージ0っていうディレクトリを切って、その中に mymodule.py っていうスクリプトを置いたとすると、あれ、まあ、その中に、あ、まあ、だからこれパッケージ0っていう名前のパッケージの中にこういうモジュールができたっていうことを意味しますね。で、そのモジュールの中に具体的な、まあ、コードを書いていくんですけど、まあ、ここでは myArray とか myFunc みたいなプロジェクトを作るとします。で、まあ、すでにあるとして、その場合、以下のようなコードを実行することで、MyArray や MyFunc が直ちに参照可能となります。例えば、よくある書き方としては、1つ目は、インポートパッケージ名ドットモジュール名。例えば、インポートパッケージ0マイモジュールっていうふうにすると、そのモジュールの中にある、MyArray とか MyFunc みたいなのが呼び出せるようになります。Python 普段使う人は、import numpy as np とか、as なんとかみたいな、やる人いると思うんですけど、これはここが長いから、参照するときに短くしたいってことで、as なんとかってやる場合もあります。もう一つの書き方としては、from の書き方で、from パッケージ名、モジュール名で、そこからインポートオブジェクト名っていうふうにします。例えばパッケージ0の MyModule っていうモジュールから MyArray とか MyFunc とかを読み込みたいという場合、こういうふうに書きます。まあ、2行でこう書いてもいいんですが、まあ、こういうふうに、1つにまとめることもできますし、あと、まあ、あまり良くない書き方かもしれないですけど、ワイルドカードっていうのを使うと、そのモジュールの中で定義された全てのオブジェクトを読み込むということもできます。で、次、init.py っていう、これすごい、僕は最初、パッケージ作ろうとしたときに、一番謎だったファイルなんですけど、これなんか空だったりするんですよね。空なんだけど、そういう名前のファイルが特定のディレクトに入っていたりして、これいるのかみたいなふうにずっと思ってたんですけど、まあちょっといろいろ調べたところ、まあちょっと歴史的な経緯とかもありつつ、まあ一応今のところ必要なのかなっていうものなんですけど、まあパッケージ、Python パッケージでは各ディレクトリごとにこういう init.py っていうファイルが配置されてるんですよね。例えば、まあ、これがなんか my パッケージ abc ってパッケージだとして、あ、これか。こういうふうになんか init.py っていうのが書いてあったりするんですね、その中に。で、こっちになんか具体的な関数とかクラスとか配列とかなんかそういうオブジェクトが定義されてて、こいつ何してんだっていうのがずっと謎だったんですけど、これ必要なのかっていう話なんですが、まあ、必要みたいで、このファイルの目的っていうのは、そのディレクトリがパッケージだっていうのを認識するために、そういうのを置くみたいです。ただ、これは昔の古い Python の名残みたいで、まあ必須ではないみたいなんですけど、まあ、慣習として空の init.py を置くことが多いみたいです。あとは、Python ビルドとか、なんだっけな、PyTest とか、そういうテストツールとかも、この init.py が置いてあるところはテストしますとか、なんかそういうふうに何かしらの操作をする上で目印として、そのファイルを見るってことがあるので、この init.py っていうのは、作っておくのが、いいです。あとは、この init.py で何かその初期化するのに使うっていうのがあるみたいで、例えばこうパッケージ1、
イニットパイマイモジュールみたいな感じでこうパッケージ作ったとして、このパッケージ1を読みインポートで読み込んだときに最初にこのイニットパイが読み込まれるので、その時に、なんかメッセージを、ユーザーに見せるとか、あとなんか最初に読み込んでおきたいオブジェクトがあるとか、そういう時にここに設定を書くというためのものみたいです。あとはインポートの管理として、ちょっとややこしいな。まあなんか依存パッケージとして、例えばナムパイとかをこう依存パッケージとして持ってた場合、例えば、マイモジュールの中でこういうマイアレー、マイファンクみたいなものを定義して、でこれを使う上で依存パッケージとして NumPy を使っていた場合、そのまま何も考えずに、これを読み込むと、この NumPy の NP っていうのも、一緒にインポートされちゃうんですね。でもこの NP ってこのモジュールの空間のここと、ここで使われているだけで、別に普段 NP 使いたいわけじゃないっていう場合、そういうインポート、エクスポートを管理したいというふうに思うわけで、そういう場合に、やるのは、なんかこう、イニットにそのモジュールを読み込む、こういうコードを書いておいて、あとこういう特殊変数のオールっていうのを定義して、ユーザーに使わせるのはこの myArray と myFunc だけですよっていうふうに書くと、この myArray と myFunc だけがユーザーが触れて、NumPy の、モジュールは、出てこないっていうふうな状態にすることができます。はい。ちょっとここら辺は見ておいてください。あと、パッケージの中にパッケージを作ることができて、例えば、なんかサイキットランとか触ってると、デコンポジションみたいなディレクトリの中に、さらに PCA とか ICA みたいな、パッケージが入ってると思うんですけど、まあ、そういう感じがこれで、パッケージ2っていうパッケージを作ったとして、その中にさらにサブパッケージ、1とか2とかで作ることができます。これ別にフォルダをもう一個作って、その中にコードを書いてこう置くだけっていうだけですね。はい。で、こういうサブパッケージ作るたびに、この initpy も設置しておいてください。って感じです。はい。なのが、まあ、イニットとか、なんだ、オーデとか、そこら辺の話ですね。で具体的に、パッケージ作る話に移りますが、セットアップツールズとツワインを使った時の、Python パッケージの作り方として、まず、何するにしても仮想環境を構築するっていうのは、まあ、推奨されています。コンダでも VM 部でもバーチャル演武でも何でもいいですけど、なんとか演武っていろいろありますよ。仮想環境を作って、その中に必要な依存パッケージを入れて、で後で適宜その依存パッケージのバージョンとかを閲覧できるように、っていうふうにして、でしかも、他のやりたいデータ解析とかタスクに迷惑をかけないように、その空間だけ切り離してそこで作業するというのは、まあ、何をするにしても推奨されるやり方です。で、まあ何でもいいとは思うんですけど、まあ、ここではコンダを使ってコンダクリエイトパッケージングという環境を作りました。 Python は 3.12 を使って作っていて、コ
ホンダアクティベートっていうのでその環境の中に入って、まあ、こういうパッケージをいろいろインストールします。で、なんかですね。で、パッケージとしてディレクトリー構成を考えた場合、まあ、本当にシンプルなのは、だからさっき言った、ディレクトリーにファイルを置いてあったらパッケージなんですけど、まあ、もうちょっとちゃんとパッケージとして体裁を整える場合、まあ、まずライセンスってファイルは絶対必要ですね。ここでは MIT ライセンス使いました。これは GitHub でレポジトリを作るときにどれ使いますかって聞かれますし、まあ、原文がここにあれない。ここにあるので、ここをコピペしてここだけ書き換えればいいです。あとは、read me は、まあ、今読んでるこのファイルですね。で、こういうビルドとかディストとかこういうのは、最後にパッケージを、ビルドするときに、発生するディレクトリーです。あ、これはここもそうですね。で、パッケージの本体はだからここですね。パッケージ名の中にさっき言った init とか、まあ、emojure py みたいなファイルが置いてあれば、そこがパッケージなんで。あとは、セットアップ py っていう設定ファイルが、この開発の方式だと重要です。あとは、テストするときは、テストってディレクトリを切って、その中にテストコードを書いていきます。これが、まあ、基本的なディレクトリ構造です。で、僕はこれを一個一個作っていったんですけど、クッキーカッターというツールを使うと、まあ、コマンド一発で、なんかひな型の構造みたいなのをバッてこう生成してくれるツールがあるんですけど、一回やってみたんですけど、ちょっと、なんていうんですかね、過剰すぎるというか、そのファイルはなくてもいいんじゃないかみたいなところまでかなり作り込んだものを生成するので、まあ、ちょっと僕はここでは使いませんでした。はい、で、作っていくっていうので、まあ、パッケージ名は my パッケージ abc っていう名前にして、そういうディレクトリを切って、その中にこういう mymodule.py みたいなコードを書いてきました。まあ、さっきのコードとまんま一緒なんですけど、ここに3つの、ダブルクォーテーションでこういう説明文を書いてますね。これがドックストリングっていうもので、まあ、早い話、このパッケージ読み込んで、help my func っていうのを実行すると、ここが help 画面として出てくるので、事前に書いておくといいです。まあ、いろんな書き方あるんですけど、自分のは、こういう、ここにインデントを入れたりする、Google スタイルってやつで、ここでは書いてます。はい、で、設定ファイルとして大事なのが、setup.py っていうファイルです。まあ、こう書きます。でまあ、なんかセットアップツールズっていうパッケージを読み込んで、セットアップ関数を実行するだけ で、で昔はここのセットアップ引数にめちゃくちゃいろんなことを書いてたんですけど、その具体的な内容は、セットアップ CFG っていう、まあ、コンフィグっていうファイルに別途このように書きます。メタデータのところに、このパッケージの名前とかバージョン、説明文ですね。あと、まあ、自分の名前と、E メール、URL、キーワード、ライセンスみたいなものを書いていきます。何ですかね。これは検索で、
出てくる文字みたいなので、こういう設定を、書いておくと、このセットアップ関数がこの各項目を読み込んでくれます。あとテストっていうのは、テストコードを書くとこなんですけど、こういうなんかテストアンダースコアなんとか py みたいなスクリプトを書いておいて、その中にこういうテストの関数を、書いておきます。そうすると、後ほどやる PyTest っていうテストツールですが、この関数名を目印に、実行、テストを実行してくれるので、そうですね、だからアサートなんとかみたいな風にして、正常に動くんであれば、ここは何も警告は出ないんですけど、もしここで何かしら想定してないことが起きた場合は、警告が出るというふうにして、テストを書きます。で、こういう、テストコードを書いて、PythonM PyTest、V みたいに書くと、こういうふうにテストが実行されていって、どこも失敗しなければこう 100% 全部パスしたっていうふうに出てきます。あと、まあちょっと、一応しゃべるか。なんか PyTest COB っていうカバレッジっていうものを調べるテストツールもあります。これ実装したコードの何パーセントがテストされたか。なんか100行の関数だったとして、if 文があるせいで、こう、なんか 2箇所、あ、2パターンこうやることがあるみたいな、なった場合に、片方しか、テストで調べられてないせいで、コードが8割しか、テストをかけられてないみたいなこともあったりするので、そういう時もあるので、何パーセントそのコードをちゃんとテストしたかっていうのを調べるときはこれを使います。こういう、COB っていうオプションをつけるだけですね。COB の後に自分のパッケージ名を指定すると、これは、カバレッジまで見たテストになって、こういうカバー何パーセントみたいな表示もしてくれます。はい。で、このくらいまでやったらもう自分のパッケージができたことになるので、pip インストール、ee. みたいなのを書くと、これはエディタブルインストールというもので、通常 pip インストールって実行すると、ローカルにある IPI からパッケージを取ってこようとするんですけど、しかもそのインストール先がそのサイトパッケージズっていうシステム側のディレクトリーにそのパッケージが保存されていっちゃうんですけど、このオプションをつけておくと、今作業しているそのディレクトリーをパッケージとして認識して、コードを書き換えるたびに、都度、それが反映されるので、これはつけて、パッケージ開発を しているときは、これをつけます。もっと古いやり方は Python Setup Py Develop みたいなコマンドだったんですけど、このセットアップツール、このやり方だと、こういう pip インストールみたいなやつを使います。ポエトリーだとポエントリーインストールってコマンドがこのエディタブルインストールに相当します。で、これを、これでインストールした場合、他のパッケージと違って自分が作ったパッケージは pip ディストをコマンドしたときにこういう表示がされて、今の作業のディレクトリの方を参照しているのがわかります。で、ビルドですね。パッケージとして、こう、配布物として体裁を整えるために、ソースコードを生成する場合は、Python Setup Py Sdist。この Weed ファイルっていうのが、なんかそのオフラインでも直ちに Python にインストールできる標準フォーマットみたいなんですけど、そっちも生成したい場合は Python Setup Py Bdist Weed っていうふうにすると、さっきのあれですね、
こういうディレクトリーが生成されます。で、これでもう配布できる状態になったので、ツワインアップロードというコマンドを実行すると、自分のパッケージがその PyPI の方に転送されて、こんなページができるわけですね。で、セットアップコンフィグで書いた設定とかは、例えばこういう項目として、他の人が見えるようになります。ライセンスとか、言語とか OS とか、Python のバージョンとかですね。で、小杉さんの動画でも言ってましたけど、そのパッケージを登録するのに練習用としてテスト PyPI っていう、本番の PyPI では別のレポジトリというのが用意されているので、まあ、最初練習はテスト PyPI の方を参照して、本番で PyPI の方にプッシュするというのがいいかなと思います。まあ、最後にあと GitHub Actions を使って CI を実施したところですが、まあ、自分は PyTest の単体テストとか、Flake8 っていう、まあ、コードのチェックを自動実行するツールがあるんですけど、まあ、それを、GitHub Actions に取り入れまして、あ、じゃないや。ほとんど書き換えてないですけど、GitHub のページでこういうなんか画面が出てくるんで、Actions Choose a Workflow っていうところで、なんか Python でコード書いてるのはこのワークフローを使うといいですよっておすすめされてくるこれを使いまして、まあ、これとかこれですね。で、それをまあそのままやっただけですが、一つは、PyTest ですね。さっき書いたテストをして、GitHub 側でテストするっていうので、もう一つは、PyPI に自動的にパブリッシュするっていうワークフローがあるので、まあ、これを設定しました。で、最後に、Poetry の方ですね。これがまあなんか一番新しいやり方みたいなやつなんですけど、まず、ポエットリーを使う場合、ポエットリーニューパなんとか、まあ、自分のパッケージ名みたいに指定して実行すると、こういうひな形ディレクトリがいきなり出てきます。で、この状態でもすでにパッケージとして完成してて、例えばこれでポエットリービルドって実行するだけでもうすぐ配布できるパッケージになりますし、ポエットリーインストールでこのまま読み込めるので、まあ、この状態からスタートして、少しずつこう拡張していくっていう開発方針になるので、まあ、自分としてはこれの方が使いやすいかなと感じました。で、あとは、パッケージどうやって作ったかって流れはさっきのセットアップツールと同じなんですけど、まあ、パッケージの本体はここなんで、MyPackage ABC っていうディレクトリー下に、さっきの MyModulePy とか InitPy を配置して、まあ、ライセンスは MIT ライセンスのファイルを置いて、っていうのは同じです。で、Poetry の方の設定ファイルは、まあ、Poetry 限定の話じゃないですけど、まあ、最近のツールがよくやってるのは、PyProjectTOML っていう設定ファイルを、作って、セットアップパイは作らないっていうことをやります。まあ、こういう感じですね。トムル形式っていうもので、こういうふうに必要な項目をこう書いていきます。もう少し丁寧に書きたい場合は、ポエトリードキュメンテーションのページに、このパイプロジェクトとトムルの書き方があるので、まあ、適宜書いていってください。
で、仮想環境の構築自体もポエトリーがやってまして、まあ、別にコンダでもいいんですけど、何でもいいと思うんですけど、まあ、ポエトリーシェルって実行すると環境ができて、その中で作業したものはその、仮想環境の中だけで起きていることっていうことになります。それからポエトリーランなんとかコマンドみたいなのを実行すると、自分は仮想環境の外にいるんですけど、その仮想環境の中に向かって何かするっていうこともできます。で、その仮想環境の中でポエトリーアッドっていうふうにすると、依存パッケージ入れることができて、例えば、ポエトリーアッドナムパイっていうやると、ナムパイが入りますね。で、まあ、便利なのは、ポエトリーアットナムパイで実行すると、パイププロジェクトトムでの方にも、依存パッケージとしてこういうナムパイの行が、自動的に追加されます。なので、まあ、依存パッケージのことを、なんていうの、自分が、考えなくていいというか、その、今のナムパイのバージョンいくつだっけみたいなのを、調べてここに書いていくみたいなことはやらなくていいです。で、実際の自分の関数とかクラスとか、そういうオブジェクトを使うのに NumPy を使ってるわけで、ここで書いたんですけど、まあ、パッケージを実装するときに、作業として、まあ、テストとか、あとドキュメントを整えるものとか、なんだ、まあ、コードに間違いがないかというのを、まあ、リンターとかフォーマッターとかで調べるとか、そういうのも、パッケージの作業の中ではやると思うんですけど、別に具体的な機能を パッケージ内で使っているわけではないものっていうのは、こういうグループオプションっていうのをつけて、これはテストで使っているだけですとか、ドキュメント生成で使っているだけですみたいな風にして、やると、パイプロジェクト止める的には、なんかこういう別の項目として、それらを追加してくれます。で、あと、この時にポエットリロックっていうファイルが生成されるんですけど、ちょっと中見てみますかね。パイプロジェクト止めるっていうのはこういうやつですね。自分の、パッケージに関するメタ情報みたいなのを書いていて、まあ、これはセットアップ PY のファイルでも書いたんですけど、で、パッケージの、依存ツールっていうのはこういうふうに追加されていく感じですね。それに対して、ポエトリーロックっていうファイルは、まあ、これは人間が触るのを想定してないファイルっぽいんですけど、まあ、こういう感じですごい、依存パッケージのバージョンとかなんか、ハッシュ値とかなんかすごい細かく、実際に使ったものに関して書いているので、これがまあ867行とかあるんですけど、で、こっちの方がかなりその厳しく、どのバージョンのパッケージたちを使ったのかっていうのを指定しているファイルになります。で、なんかパイプロジェクトトムでも依存パッケージのことを言ってて、ポエットリロックのことでも同じことを言っていて、なんかこれはどっちの言うことを聞けばいいのかっていうのはちょっと謎だったんですけど、ポエットリロックっていうのは、なんか、このポエットリロックがある、Python パッケージは、それに対してポエットリインストールっていうのを実行すると、そのポエットリロックに書かれてる、依存パッケージを全部取ってくるってことをやるみたいです。で、pip インストールとかでは別に、そのポエットリロックの方が見ないみたいなので、パッケージ開発をする上では、このポエットリロックのことは考えなくていいんじゃないかなっていうふうに、調べた感じでは、思いました。で、ポエトリロックの使い道としては、だから、なんか例えば同じプロジェクトに携わるメンバー間で環境を揃えたりとか、そういう時に、
そのポエトリーロックをみんなでシェアして、ポエトリーインストールをするみたいなことをやるのはいいかなとは思うんですけど、これを パッケージの、なんていうんですかね、依存パッケージを指定する設定ファイルとして、運用した場合、ちょっと厳しすぎるんじゃないかなと思っていて、全く同じ環境を他の人にも一から作らせるっていうのが、なかなか、その Python のバージョンとかもそうですし、なんか新しいことをやろうとしてるのに、そのポエトリロックの設定に揃えるために、古いツールを入れ直さないといけないとか、そういうことも起きれるので、パッケージを作る上では、このポエトリロックは使わなくていいんじゃないかなという気がしています。ですから、ちょっと、そんなことないよっていう人もいるかもしれないんで、ちょっと、他はよくわかんないところですね。あと、テストの仕方は、PyTest なんです。さっきと全く一緒ですね。インストールは、poetry install ってコマンドがあるので、自分が作ったパッケージを、Python にインストールした場合は、こういうふうに打ちます。デフォルトでエディタブルインストールになっています。ビルド、パッケージの配布物にする場合、poetry build って打つと、この dist っていうディレクトリの中にこういうソースコードとか build 形式のファイルが生成されます。最後、配布のところですね。テスト PyPI に登録する場合、最初にこの poetry config っていうので、登録先をこう設定して、で、テスト PyPI にしろ、PyPI にしろ、最近は API を使って、そのパッケージを登録するんで、その API トークンを使うんで、トークンをここに設定すれば、あとは、ポエトリーパブリッシュ、テスト PY って、PyPI ってやるだけで、パッケージが向こうに登録されて、こういうページが自動的にできて、こういうなんかいろんなメタデータが書かれたページになります。PyPI でも同様ですね。何も書かずにポエトリーパブリッシュってただ単に実行すると PyPI の方にリリースされます。はい。っていうのがまあ全体の流れでした。紹介しきれなかったんですけど、ざっと最後説明しますと、readme のファイル、最低限そのパッケージのタイトルとか、あとなんかバッジを埋め込むっていうのが何しろあると思うので、そういうのやってほしいなと思うのと、どういうパッケージかっていう説明文とか、あとなんか自分が書いた論文に関係するパッケージなのであれば、リファレンスも書いた方がいいですし、そのパッケージのインストールの仕方とか、簡単な使い方とか、関連文献とか、貢献の仕方とか著者みたいなもの、なんか最近は結構しっかりやってるツールが多いので、他のパッケージを真似して書くのがいいかなと思うんですけど、あとは、マニフェストインっていうファイルは、そのパッケージ内部には含めないファイルの指定みたいなやるファイルがあります。コントリビューティング MD っていうマークダウンは、これは第三者のプロジェクトへの貢献の仕方を指定する、ファイルで、例えば、なんか、もしバグがあった場合は、プルリックしてくださいとか、なんかそういうのを書くファイルですね。あとは、このパッカソもそうですけど、コードオブコンダクト、コード規範に関するファイルとかもあります。で、こういうなんか設定ファイルは、JOS 誌、Journal of Open Source Software の雑誌でも推奨してまして、こういうのをしっかり最初から作っておくことで、上手にも通りやすくなります。あとは、時間の関係から全く説明できなかったんですけど、こういうウェブの、ドキュメントページを作るツールとして Sphinx っていうのが Python では使われていて、HTML を生成してくれるんですけど、こういうなんとかマークダウンみたいなファイルとか、ドックストリングの行とかを、パースして、こういうふうに綺麗なウェブページとして、見せることができるんですけど、なんか、
別途あの Deed the Docs とか GitHub Pages みたいな設定は必要なんですが、これはもうあの作っておくと、すごく丁寧な感じがしますね。あの書かれてることは一緒なんですけど、ただまあ人間がこっちの方が読みやすいっていうのがあるので、こういうページを作っておくと、まあ、喜ばれます。ちなみに同じことは別に他の言語でもできて、Ard の、パッケージダウンとか Julia のドキュメンタージェルみたいなのを使うと、まあ、こういうことができますね。ただちょっと設定がめちゃくちゃあの豊富なので、まあこの話はまあ次回以降のパッカソン動画にしようかなと思います。これも全然あの喋らないですけど、まあ、チェンジログ MD みたいな、その変更履歴を集めたファイルっていうのがあるんですが、これは、ね、あの人が手作業で作るものではなくて、まあ最近だとそのセマンティックバージョニング、なんだ、コンベンショナルコミッツっていうものがあって、Git のメス、なんだ、手元で作業して、その GitHub にプッシュするときの、このコミットのメッセージに、意味を持たせるんですね。で、fix とか feat とか、そういうのを、例えば、何か修正しただけということであれば、軽微な変更なので、パッチレベルとか、feat っていうのは新しく、フィーチャー、機能を追加したというので、マイナーの数字を上げるとか、あと、ブレイキングチェンジっていうのは、なんかあの、後方互換性が壊れるような変更、ドラスティックな変更ということで、そういうものはメジャーのバージョンを上げて、例えば、スーラのバージョン1から2に上がるというのは結構劇的な変化なので、まあ、そういうものはこういうタグをつけてコミットをすると、まあ、この GitHub リリースっていうやり方、Google のリリースプリーズっていうやり方だったら、そういうメッセージを見て、自動的に、GitHub Actions が、そこを読み込んで、プルリクでなんか、このバージョンに次しますかみたいなことを言ってくれるみたいな、仕組みがあるので、こういうのを使います。その時にこのチェンジログが勝手に、アップデートされる。同じようなやつが Python でもあって、Python Semantic Release っていうツールがなんか Python パッケージングでは使われているみたいです。このタグがもうちょっと細かい感じですね。Git のコマンドだとこれ何が変わる感じですか？あ、リリースのバージョンが変わる。リリースのバージョン。Semantic バージョニングは Git コマンドのクフィックスとかを入れるとどこの番号変わるんですか？あ、GitHub のページの右側の方にあのリリースとかタグみたいなページがあるじゃないですか。はい、そこに、追加されて、その時にどういうバージョン付けをするのかっていうのをあの向こうが、ボットが自動的に考えてくれるみたいな。あ、人間が今バージョンいくつだから次はバージョンいくつにするみたいなのを考えなくて良いっていうことですね。これちょっともうあの自分のために作った覚書きみたいな感じなのであの、まあ、ちゃんと見なくていいですけど、セットアップツールズとかツワインみたいなやり方とポエトリーっていう2つのやり方を紹介しまして、本当はもっと古いやり方もあったりするんですけど、まあ、どうせ今動かないので、まあ、ちょっと省略しまして、まあ、なんか日本語の Python の本だと Python Professional Programming とかこういう Python 基礎実践プログラミングみたいなのにちょこっとだけ Python パッケージングのことが書かれていたんですけど、まあ、それからあの Python パッケージングユーザーガイドっていう、まあ、Python の大元の人たちが書いたものがすごい、しっかりしているので、まあ、ここら辺を読むとここのセットアップツールズのやり方がわかります。でポエトリーの資料はまだそんなに多くないんですけど、なんか西田さんが昔紹介してくれた
ハイパッケージズっていうこの本が、ネットでもタダで読めるので、まあ、これが、ポエトリーチートシートみたいなのもあるので、まあ、それを見ていくといいかなと思います。いろいろ、まあ、なんか、コマンドとか、まあ、設定とか違うんですけど、やっぱり一番大きな違いは、セットアップパイを使うか使わないか。これをやめて、パイプロジェクトトムルにするかみたいなので、新しいやり方、細じゃないやり方が、二分岐してる感じで、どうなんですかね。でもなんか、世の中にある Python パッケージは、まだかなりこのセットアップパイをベースにしてるので、まあ、このやり方もいらない、全部こっちに移行すればいいともまあ思わなくて、両方できた方が、他人のコードを読むときとかもあると思いますし、なので、まあ、両方習得しておくといいかなと思います。最後、ちょこっとだけ、これで僕はR と Python と Julia の3言語でパッケージを作ったことがあるので、だいぶ言語のなんかポリシー違うなっていうのを感じたところなんですけど、一番なんか違うのはやっぱり名前空間を分けるやり方が全然違うなと思っていて、なんか同じ名前のオブジェクトを定義すると他の人と被っちゃうみたいなのがあるわけですよね。そのプロット関数とか、みんなはプロットって名前つけたがるから。で、そういう場合、名前空間を分ける必要があって、まあ、なんだ名字と名前みたいな感じですよね。なんか太郎みたいな名前はなんか世の中にいっぱいいますけど、麻生太郎とか、なんか山本太郎とか、そういうなんか名字つけると区別つけることができるので、そういうので分けるっていうのを各言語がどういうふうに、実装したかということなんですけど、そうですね、まあ、Python が今回、衝撃的だったのは、そのディレクトリがパッケージで、ファイルがモジュールなので、例えばなんかプロットって関数をこのモジュール A とモジュール B で別々に定義することができて、その場合は、モジュール A の方のプロット、モジュール B の方のプロットっていうふうに分けることができるんですね。それがそのファイルで分かれてれば自動的にそうなるっていうのが Python です。で、Julia は、ファイル名は全く関係なくて、モジュール構文っていうのがあって、モジュール A っていうふうにして、どっかでエンドって切ると、その行は、モジュールになっているので、ここで、この中で定義したものはモジュール A の中のものです。こっちの方はモジュール B で定義したものですって感じで、こう分けることができるので、ジュリアは要にモジュール構文を使う。で、ファイル名は別に関係ないっていうものです。で、R は多分一番気持ち悪いかなと思っていて、そのなんか、一応、モジュールは、まあ、パッケージごとに発生するんですけど、なんかそもそもの、なんていうんですか、優先順位みたいなのがあって、その今の作業してるあれのコンソール画面で何かを定義すると、例えばプロットっていうのを関数で定義すると、標準の、プロットよりも、そっちのプロットの方が強いんですよね。上書きされちゃうというか、まあ、検索するときの優先順位としてそっちの方が強いっていうことで、なんか名前衝突時に勝敗が発生するのがあるっていうので、まあ、そこを用に、Python みたいに書きたいんであれば、なんとかパッケージ、コロンコロンプロットみたいな感じに、まあ、ちゃんと丁寧に書いた方がいいのかもしれないですね。あとは、オブジェクトのインポート、エクスポートの管理の仕方として、まず、他人のパッケージをどうやって取り込むかっていうのと、自分の、オブジェクトをどうやって人に触らせるか、その時に、なんか自分が実装した関数とかクラスとかそういうのを全部ユーザーに触らせたいわけじゃないので、なんかパッケージの中で使う裏方の関数で別にユーザーに使ってもらうことを想定してないものみたいなものをどうやって隠すかっていうところで、いろんな言語のやり方があると思うんですが、R だと、他人のパッケージを、インポートするときは、インポートとかインポートフロームみたいなのを使って、
自分のオブジェクトをエクスポートするときは、エクスポートっていう関数があります。で、ここでエクスポートしていないオブジェクトは、ユーザーが触ることを想定していないっていうものになります。で、Python は、そういう、どのパッケージをインポートするかっていうのは、設定ファイルの方、PyProjectTOML とか、もしくはセットアップパイみたいなところに書きます。エクスポートに関しては、この特殊変数のオーデの方に書きます。Julia は、このモジュールのこの行の中で、Using で何か使った場合、インポートしたことになって、エクスポートって書くと、他の人が触れるようになります。こんな感じですね。あとは、パッケージってなんかそのうち動かなくなったりすると思うんですけど、なんか自分のパッケージのせいとも限らなくて、依存パッケージが動かなくなると、その影響がこっちにも回ってくるっていうことに関して、各言語がどういうポリシーかっていうので、多分 R はすごい厳しくて、レポジトリからその動かなくなったっていうアラートが飛んできます。で、Python でそういうことをやってるのか、ちょっと調べた感じだとよくわかんなかったですね。まあ、Julia も多分ないんじゃないかなと思います。で、まあ、急に動かなくなるっていうのは、まあ、どうしようもないんですけど、ただ何にしろ Docker を使って、まあ、少なくともある環境では動いたっていうことを、保証しておく。まあ、そういうなんか、この中では動くみたいなコンテナを、用意しておくのは大事かなと思います。登録先は R は CLAN、PyConductor、Python は PyPI、Julia は Julia Registries の General というところに登録します。登録の敷居の高さとしては、多分 R は厳しい方で、まあ、そもそも人間のレビューがありますね。ボットとやり取りするステップを経て、その後に、人の、目で見るキュレーションもあるので、Python と Julia はそういうのはないと思います。なので、まあちょっと厳しいかなっていうのと、システマティックなのはなんか PyPI とか Julia の方かなと思いますね。あとは、まあ、バイオコンダクターの方は結構 Git とかでパッケージ登録できるんですけど、CLAN の方はまだちょっとアナログなやり方をしていて、こう、人間とやり取りを発生する。が発生するようなところがあります。ただ誰でも簡単にパッケージを登録できるということで、PyPI がなんかスパムパッケージをなんか大量に受け付けてしまった事件とか昔あって、そういうのもあるので、まあなんか楽なのと楽であるほどいいとも限らないかなと思います。まあ、以上を踏まえてなんか、まあ、僕の勝手な試験ですけど、なんかユーザー志向か開発者志向かって考えると、Ard はすごいユーザー志向で、その代わり開発者が結構大変な目に遭うことが多い気がしていて、Python はすごいなんか作りやすくて楽でいいなと思いました。結構逆な感じがします。まあ、Julia はどっちでもないかなっていう感じですかね。はい。で、まあ、まあ、最後ですが、まとめますと、まあ、なんか Python パッケージにはセットアップパイやツワインを軸とした開発とポエットで利用したものっていうのがあって、まあ、前者の方がまだ主流で、まあ、ポエットで使ったパッケージっていうのはまだそんなには見てないです。でも結構コマンドがポエットになんとかみたいな感じで全て統一されてて楽だったので結構おすすめですね。最後に3言語でちょっとポリシーの違いみたいなのを紹介しました。はい、以上になります。ありがとうございます。では、何か質問とかございますでしょうか。ブランとかの他にも、R ユニバースってご存知ですか？なんか紹介します。多分 R ユニバースがいいのは、なんかもちろんパッケージを もしクランとか使いたくない場合は、いろいろ厳しくてややこしいっていうのがあるので、
それ使いたくない場合は、GitHub に上げて、Remotes か DevTools でインストール GitHub 関数があるので、それを使えばインストールができるにしても、でも一切そういう他のパッケージを使いたくない。ベースあるだけで、クランに載っていないパッケージをインストールするには、ああいうことならできます。ああ、ああ、そうそうなんなんでですすね。ね。はい。そのパッパッケーケージジを、を、具具体体的的にになんなんかか書書きき方方はは変変わわるんるんでですすか？か？はい、なんていうかな、レポジトリ、インストールパッケージの repos っていうのがあるんですけども、その repos を R universe に変えることだけで、ああ、そうなんですね。ああ、それ知らなかったですね。まあ、ちょっと試してみるといいかもしれません。そうすると、なんですかね。ちょっとレビューが厳しすぎるバイオコンダクターとか知らんと比べても、ちょっと気軽にパッケージを登録できるみたいなことですか。僕のデプリンしなしでストールできるので。あ、それはいいですね。なんか、オプションとしてそういうやり方もあってもいいなとは思ってたので、それはすごくいいと思いますね。デプリンしなしっていうのは、インストールした後に、この辺がないよって言ったら、自分でその、アイナミックをインストール。まあ、そうだ、だからそのパッケージの依存しているパッケージをもちろんインストールしなきゃいけないし、それ自動的に入るんですけども、今言ったデペンデンシーでは、GitHub からインストールするときは、DevTools か、Remotes が必要なんですね。でも、ああいうのがしたら、それはいらない。なるほど。ありがとうございます。あと何かありますか？すみません、私、質問じゃないんですけあ、ども、どうぞ。ちょっと情報共有ということで、さっきそのネームスペースの、問題が起こった時の、それぞれの言語の、話ですけども、R では、コンフリクテッドっていうパッケージがあって、それを使うと、もしも、ネームスペースのがぶつかりそうなになったときにエラーが出てきて、どっちを使うかはっきりさせてくださいあるので、そのような問題を事前に防げるわけです。名前だけ聞いたことあったんですけど、そういうものなんですね。私はなるべく使うようにしています。うっかりネームスペースのコンフリクトを避けるために どうぞ。そうなんですよ。これなんか、名前空間の付け方、ネームスペースの付け方のガイドラインみたいなのって、それぞれの言語があったりする。なんか普通のやり方をに従って作ってると、おのずとそうなるみたいな感じで。ガイドラインってどういうなんか、ものですか？C シャープを使うことなんですけど、C シャープだと、なんか、まだ使われてはいないけど、これこれの名前は OSS で使うのやめてくださいみたいな一覧があったりだとか、そういう、あとはまあ、例えば C シャープはマイクロソフトが作るパッケージもあるんです。マイクロソフトが作るパッケージの場合、内部的にその、こういうふうに段階的に名前を区切って、ああ、名前の付け方のガイドラインですか。ああ。Python は結構命名規則しっかりしてますよね。大文字を使うなとか、アンダースコアを使えとか、なんか PEP みたいなの定義してますよね、Python は。なんか例えば、ラストだと、なんていうのかな、トップレベルに、なんか、忘れちゃったけど、適当な名前があって、そこの全部をインポートすると、とりあえず必要なものが、ユーザーの空間に入ってくる、いう、なんか、時のための、なんか、名前があったんです。なんか、そういう感じで、Python でも、なんか、例えば、トップレベルの名前は、やっぱ違うでしょうけど、2つ目のやつにこういうものがあると使いやすいというのが PEP で定義されていて、なんか
か、そこで広く使われているのがあったりしたら、なんか知っておくと便利かなと思います。そこまで名前に意味を持たせるやり方はしてないんじゃないかなって気がしますね。Python であっても。まあ、別府はあるかもしれないけど、仮にあったとしてもあんまり使われてない。そうかもしれないですね。僕も Python パッケージ歴まだ2ヶ月ぐらいなんで、逆にニュアンスがわかんないのは、PEP ってもうなんか、それに従わないといけない法律みたいなものなのか、理想を語ってるのかわかんないなって感じがありますね。理想化だってますけど。まだなんか、その、達成してない PEP みたいなのいっぱいあるんですよね。だから言ってるけども、まだ全然普及してないみたいなとかもあって、理想論なんですかね。まあでもなんか一つのルールとしてこう誰かそのなんか中央の人がこう決めてそれにみんなが従うっていうのはまあ悪くはないかなと思いますけどね。なんか結構そういうのがないとみんな好きなように書いて結構めちゃくちゃな感じになるのがあるので、でなんか何ですかね、まあ一般人はその法律の全部を頭に入れて生活してるわけではないと思いますけど、まあ、結構なんか弁護士とか得意な人とかがそういうのは適宜参照してくれるのと一緒でこう、まあ、リンターとか使うとこの書き方は PEP 何々に違反してますみたいな感じでこう警告をいちいち出してくるので、そういう参照元が一つあるっていうのは結構 Python がいいかなとは思いますけどね。あでも、アズコマンドインストールじゃなくて、なんだっけ、チェックか。で、なんかいろいろチェック項目があって、まあ、PEP 何番みたいな数字は振ってないですけど、まあ、似たようなものかなとは思いますけどね。ただ、バイオコンダクターの方のチェックはまだ、なんか人間がいちいち目で見てやってるところがあって、それをなんか自動化しようとはしてるみたいですけど、まあ、まだそんなに PEP みたいな感じには、なってないかなっていう印象ですね。まあ、各言語の雰囲気はこんな感じですかね。なんか所属研究室はプライベートパッケージリポジトリ開発みたいなのを持ってる感じがあって、何でもバンバンオープンにするっていう感じじゃなくてですね、そういう場合何かおすすめとかあったりしますか？アウトドアスコープですっていう感じですか？どの言語ですか？Python ですね。まあ、GitHub のプライベートレポジトリでいいんじゃないですか。もうそれだと PIP インストールなどの。IPI って全部オープンじゃないといけないんですかね。なんか、みんなで使わせるためのレポジトリだけどクローズにしたいってなんか自己矛盾があってなんか なんか何か論文として出すまでは秘密にしておきたい。なんかデータの、なんだ、NGS のデータをなんか GA に登録するときの話とかと一緒でなんか、何月にリリースしますみたいな感じで、設定ができるといいですけどね。そういうのコードバージョンってあんまりあるのか知らないですね。でもそれはなんかそういうインストールの仕方が必要ですか？つまりインターネット経由でなんかローカルで、まあそうするしかないのかなと思ってるんですけど、まあ、いいかなと思って。まあなんか R だったらそのクランみたいなレポジトリを作った個人用に作れるっていう話は聞いたことあるんですけど、やったことあります。なんか企業だと結構そういうプライベートパッケージを作ることがよくあって、大体の言語はそうなんか自分でそのクランみたいなそのホスティングするサービスを自分で立ってるそういうふうにやってるところが多いかなと。ですよね。なるほど。それも簡単にやる方法ってあったりするからみたいな。その大規模に
使う、まあ、その100人以上とかじゃなければ、もう普通になんかソースコアも。ですよね。はい、そうなんだ、今と思います。なんかさっきの新田さんの話の続きかもしれないですけど、なんかあの Python だと Chrome パッケージ名インポート何々みたいな感じでこう、このモジュールのこれとこれだけをインポートするみたいなできますけど、あれってライブラリーパッケージ名ってやるだけじゃないですか。まあ、Python で言うとインポートアスタリスクでなんか全部ぶちまけてるような感じで、結構お行儀が悪いですよね。本当は、あ、だからそういう Python のこの関数だけロードしますみたいなのを、あれでもやった方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど。書かれてほしいのが、パッケージを作るときに、なんか、自分のパッケージを作るときには、パッケージ A から、一つの関数を使いたいとあるので、それをインポートするんですけども、そうすると、あのこのパッケージ A が全部がその依存する、なんか依存対象というか、になるんですよね。でも、その中の、でそれになんか 100の関数があったとしても、あって1個しか使ってないのに、それが全部あのディペンデンシーになるので、それをインストールするしなきゃいけないんですよね。でなんかその中の一つの関数だけをインポートすることができればいいなと思うんですけど、だってこのパッケージはさらにたくさんのディペンデンシーがある時もあるので、それを結構全部インストールしないと。もうちょっと細かい解像度で依存関係を取れると、あのパッケージのロード時間とかも圧倒的に速くなるかなと思いますし。時々そうなった時にはやっぱそのソースコードを見て。まあ、でライセンスがあの許すのであれば、もうコピペして、うん、もうソースコードそのままでちゃんと入れることも時々あります。そうですね、うん、ちょっと。もうちょっとやりようがあるかもしれないなと。なんかそれって特に JavaScript で大きな問題です。NPM インストールすると、ね、パッケージがでかすぎて、最終的に出来上がるんですか、ものすごいサイズになっちゃう。と言われてます。なんか最終的なそのバイナリというか実行ファイルを小さくしたいんだったら、なんかそれに適した言語を使うっていうのがいい。スクリプト言語だとそういうのがどうしてもいいな。で、まあ、そうじゃなくて、単純になんか、ライブラリをリンポートする時間がもったいないとかだったら、おっしゃる通りこうするしかないか。あんまり触れたことないですけど、ジュリアはそもそもそういう、なんか、ネームスペースとかパッケージの依存関係はあの なんていう、そもそもその言語に入っているかルールがなんか、ジュリアのなんかなんていうのかなあのできた時からもう常に入っているというか、なんか R は後でいろんな多分その、あ、ネームスペースファイルとか、そうそうそうの、あのメインスペースの扱い方が多分後で決まったようなんですけど、ジュリアは多分最初からあるからもうちょっとスッキリするらしいんですけど。まあそうですね。このモジュールの中でこのパッケージのこの関数を使いますとか毎回書いてますからね。あれはとりあえずいつもパッケージライブラリロードしといて作業して最後ネームスペースでまとめるみたいな感じになって。うん、ちょっと、うん、作業として無駄はあるかもしれない。